ヴァンパイアが神を名乗り人間を支配しているということに。騒がしいぞ。一体何をしているのじゃ。二人とも、わらわを置いて死ぬことなど許さぬ。お前もよ人間、おごった考えを抱いたまま死ぬでない。正義とは何ぞや、悪をくじくことか。仮にそうだとして、わらわの行いが悪かどうか、それを矮小なみで勝手に判断するとは何様じゃ。すべての自由意志を満足させる正義などない。それを行えると考える方が傲慢であろうよ。違うか。一週間やろう。わらわの腹心たちを倒せるお前なら、七葉の試練も乗り越えられよう。その時こそわらわも本気で相手してやろうぞ。